大雑把に作っても美味しい鍋料理だからこそ、男性があえて鍋奉行になってみるのもいいかもしれませんね。ということでお伝えしていきました。皆さんは役割何が当てはまりますかね。私は悪代官です。悪取り大好き私食べるよりもですね、ずっと悪取ってますね。自分でお水もこうやって入れ替えてひたすら悪代官しています。どうですか皆さん、好感度狙ってない、マジか、あ意外ですか。でも確かに私はなんだろう、大型だし長女だし、私4人兄弟の長女、長子なんですけど、待ってね、ひたすら食べる町娘っぽいなっていう方はもしかしたら私のイメージでは多いかもしれませんが、私はね悪取り好きなんですよ。